謙虚、自分には厳しく、他人には優しく接する。上辺だけの謙虚ではなく、常に自分の足りない点を直視し、周りの人に対しては短所を指摘するのではなく、感謝する。ジプのアーティストになるためには、このように人として大切なことも求められるのだ。最初のミッションは、成長を見せる個人レベルテスト。韓国での最初のミッションは、個人レベルテスト。 日本合宿後から当日までどれだけ成長できたかを J.Y. パークに見せなければならないトップバッターは日本合宿2位の勇気彼が選んだ曲はジップの大先輩 2PM の大ヒット曲10アウトオブ10この楽曲は顔もスタイルも10点満点の女性に夢中になってしまった男性の気持ちを歌っていてまだ幼い勇気が歌の世界観を表現しきれるのか また、勇気が 2PM の力強いイメージとは真逆であることを心配する J.Y. パーク、実際、練習では力強さを意識するあまり、常にダンスに力が入ってしまい、指導するトレーナーから、ダサい、と言われてしまう。歌の面でも、歌い方が違うのだから、真似をしても 2PM のような雰囲気は出せない、と指摘が。練習するほどに課題が増え、 彼は自分を見失いかけていた。悩む勇気に、相大が大丈夫、と声をかけ、勇気は自分の練習動画を彼に見せながら相談。相大は、2pm にならないといけない、と思わないで、そのままいつもの勇気を出せるようにすればいい、とアドバイスした。勇気も、まずは自分の魅力を見せることが大事、と気づき、 原曲や 2PM のイメージにとらわれず彼の長所である元気な姿を前面に出したパフォーマンスで勝負することを決意し、15歳、テスト当時、の勇気らしいピュアでキュートな元気いっぱいのパフォーマンスを見せた。満足そうな笑顔で拍手をした J.Y. パークは、まず一番印象に残ったのはダンス、と言い,い、彼の弱点だったキレの悪さとパワー不足が原因で崩れるダンスのラインが、今回改善されたことを賞賛した。 そして、激しいダンスでも呼吸をコントロールして、声が細くなったり不安定にならずに歌えていた、と歌唱力が上がったことも評価した。日本合宿後から3ヶ月の間に、みんな驚くほど大きく成長している。この後に控えている9名のパフォーマンスにも期待は高まるばかりだ。オーディション番組、2次プロジェクトシーズン2より小さい完全版、は、フールーにて独占配信中。 毎週金曜日夜10時に新エピソードを追加。また、二次プロジェクトシーズン2の特集は、朝の情報番組、デーデー。日本テレビ系で毎週放送されているほか、サポーター代表のヒロミと、二次プロキャスター、森圭介アナウンサーが参加者のパフォーマンスを見ながら実況する、実況。二次プロに、毎週土曜昼2時30分から3時、日本テレビほか、 も放送中